こんばんは。 MSTV ニュースの時間です。まずは二輪の話題から。ロイヤルエンフィールド正規輸入販売元の PCI 株式会社は、ロイヤルエンフィールドが2023年1月6日にインドとヨーロッパで新型スーパーメテオ650の発売を開始し、導入する市場や価格を発表したと伝えています。このニューモデルは2つのバリエーション、スーパーメテオ650とスーパーメテオ650ツアラーの2つのグレードと、合計5つのカラー構成となっております。スーパーメテオ650は 650cc 並列2気筒エンジンを搭載したレトロクルーザーです。高速道路や一般道を問わずライディングを楽しめるモデルになっているということです。スーパーメテオ650は2023年1月16日からインドで発売し、まもなくヨーロッパやその他の市場でも発売する予定だということですが、日本発売に関しては時期と価格は現在のところ未定だということです。続いて四輪の話題です。ホンダ技研工業株式会社の米国現地法人であるアメリカンホンダモーターは、アキュラ・インテグラが現地時間1月11日に2023北米カーオブザイヤーを受賞したと発表しました。この賞は2022年に発売されたニューモデルとフルチェンジ車を対象とし、米国とカナダの選考委員により先進性、デザイン、安全性能、走行性能、顧客満足度などを総合的な評価に基づいて選考されたものです。今回アキュラ・インテグラはスポーティーなデザイン、高次元のドライビング性能、プレミアムコンパクトカテゴリーにふさわしい装備などが評価され受賞となりました。アキュラブランドとして北米カーオブザイヤーおよび北米トラックオブザイヤーを受賞するのは、2001年のアキュラ MDX のトラックオブザイヤーに続き2度目となります。また昨年はホンダブランドのシビックが北米カーオブザイヤーを受賞しており、ホンダとして2年連続の受賞となりました。2022年6月に米国で発売されたアキュラインテグラは、アキュラの原点に立ち返り、米国では2001年モデル以降となるインテグラの名称を復活させたプレミアムスポーツコンパクトモデルだということです。また価格はインテグラが$38,000、インテグラ A スペックが$32,800、インテグラ A スペックテクノロジーパッケージが$35,800ということです。最後は行政の話題です。国土交通省では2023年1月4日以降に新規登録や継続検査など、従来であれば車の車検証が新しく発行される手続きを行った車両について、IC タグを交付した電子検査証の発行を開始しました。これまで車検証の交付を受けるためには、運輸支局などへの出頭が必要でしたが、車検証を電子化し、整備事業者などにおいて、車検証の有効期限を更新する仕組みを新たに導入することで、車検時の運輸支局などへの出頭が不要となります。電子車検証は A6 サイズ相当の厚紙に、IC タグを交付したものとなり、従来の A4 サイズに対し非常に小さくなっています。記載される情報は、変更登録などによる記載事項の変更を伴わない基礎的情報のみとなり、その他の車検証情報は IC タグに格納され、汎用の IC カードリーダーや読み取り機能付きスマートフォンで参照できます。ただし電子車検証及び車検証閲覧アプリが普及するまでのしばらくの間は、電子車検証発行時や更新時に IC タグの内容も含めた
すべての車検証情報が記載された自動車検査証記録事項が発行されます。国交省は、自動車所有者や使用者は自動車検査証記録事項を受け取ったら、電子車検証と一緒に保管してほしいとしています。以上、MSTB ニュースでした。お疲れ様です。お疲れさんです。あ、年末特番以来。あ、年末特番以来、ね。年末ご苦労様でございます。お疲れ様でした。今日のニュースでもね、ニュース初だもんね。ニュース初ですね。最後の方ちょっと噛んだけど、でもね、あの大体原稿長いよ。いや、あのね、準備したのもあれだったけど、でも最後までよく頑張ってくれました。これ、これ編集する？いや、編集しなくても大丈夫。しなくていいんですか。いや、して、あれした方が良ければします。うん、あのもしね、あの何にもとちってなかったら、多分はい、相当今編集してます。相当じゃないね。3箇所、4箇所ぐらいだよね。大したことないっす。でもね、もしかしたらそのまま行っちゃいます。車検証がやっぱり言いづらかったです ね、うん、ですね。さあ、今日の3つのニュースの中で、はい、マーシーが一番気になっていたのは、さあ、何でしょう。いっぱいありましたけど、まあ、3つだ。3つの中だと、うん、まあ、やっぱりロイヤルエンフィールドさんかなと。お、はい、ロイヤルエンフィールドはね、ロイヤルエンフィールドは俺としてはね、本当に垢抜けてきたなっていうね。あ、垢抜けてきたって言ったらなんかバカにしてるみたいな感じがありますけど、うん、でもね、なんだろうな、やっぱりインドでずっとね、ずっと同じ形であんまり変わらなかった。お、本当に古いまんま、クラシック、ザ・クラシックをこう出して、そうそうそうね、ザ・クラシック、あ、今ね、まあ、レトロって言ってるけど、レトロじゃない、そのまんま、昔のまんまなのよ。それが逆に今は受けてるんだけど、今こうやって見るともうね、昔のまんまじゃないなって。昔のデザインこそ使ってるけど、どんどんクオリティアップしてって、いや、かっこいいですよ ね、あの若い子に受けるだろうなっていう思いある。あ、それは絶対そうだと思う、ね、クラシックとかレトロ大好きっていう子絶対いるので、うんうん、多分そういう子からしたら欲しいんじゃないですかね。すごいよ、トーリツフォークとか使ってるもん。もうね、もう 今時のあの各メーカーが作ってるのと本当に変わらないな。ただまあ相変わらず思うのはね、やっぱり振動とかそういう対策がどこまでされてきてるか、これは乗ってみないと分かんないけど、そうですね、試乗してみて、ね、そうそう、だけど振動がなきゃいいってもんじゃないからね。振動好きな人好きですよね、やっぱこのある方がこうバイクなんだみたいな人もいるから、うんうん、だけどね、振動っていうのには不快な振動と心地いい振動っていうのがあって、これがね、何とも言えないのよ。だからあのね、知らない人は全て振動があると、うん、おー、いいって思うかもしれないけど、長時間乗ってると辛い振動っていうのもあって、それはね、実際乗ってみないと何とも言えない。あんまり、あの不快な振動ってネジが結構緩むのよ。あ、ポロ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 、そういうことがあると困るんだけど、やっぱりね、いろいろとこう、なんだろうな、バランサーとかね、振動対策とかしていくと、今度は逆に振動なくなって面白くないって言われ、そう言ってくるんだけど、まあ本当にね、どこの辺に置いてあるかがもう大問題ですよ。俺としてもすごい気になる。で、何、マシオ、これでデートしたいっていう話したじゃない。なんか女の子とかに受けそうじゃないですか、うん、バイク乗ってない、うんうん、なんかバイク知らないけど、そうそう、ね、女の子を落とす時にこれでこう、うん、家の前にこうヒュッて現れたらうん、うん、受けないかなって思ったんですけど。え、じゃあこれ乗ってったら何、マーシーは後ろ乗っかってくれるの。あ、私後ろの何、前なんですけど私は前乗りたいんだ。前でいい、私は後ろの女の子、私が落とすならですよ、私が男で。あ、なるほど。女の子落とすならこれ持ってって、後ろ乗ってって後ろ乗って、え、乗ってって、今から江ノ島行くよみたいな、うん、でいいじゃないですか。落ちそう。それマーシーは一応 女子だから、え、彼氏がいたら彼氏後ろに乗せる手ですか、今後ろ乗りなよとか言って我慢して乗ってなさいとか言って、いや、想定をしたことがなかった。なるほど。バイクでデートをしたことがなかった。なるほど。あとでもちょっと気になってるのが、うん、これ LED に変わったんですよね、はいはいはい、珍しくみたいな、うんうん、はい、これ嫌がる人とそうじゃない LED 推奨派の人と多分
2種類そうで、ちょっとどう議論がどんな感じなんだろうってちょっと気になって、それあのハロゲンとかそういうの何がいいの、それのハロ、なんか知り合いのレトロ好きの子は、うん、ハロゲンがやっぱいいっていう、あの色合いとか、色合いがいいんだ、やっぱりね、色合いとピカーとかね、あの LED になるとちょっとね、白くてちょっとね眩しい感があるんだけど、だけど切れないよ、そうそう、あ、だからそこが、うん、変なもん買うと切れるけどでもね LED、 そこがちょっとなんか議論とか巻き起こしてないんだろうかってちょっと気になったりとかしますね。そうね、クオリティ上げていくとやっぱりどうしても LED になっちゃうから ね、 ですよね、さっきの振動対策じゃないけどねでもそうするとオートバイの味がなくなるっていうのは、まあ、一つありきかな。はい、どうなんだろう、もうね、マーシーね、もうニュースいっぱい言っちゃってるよ。あ、だから4輪、アキュラ、インテグラ、うん、4輪アキュラ、インテグラはね、俺はもうね、インテグラ復活、インテグラ乗ってグラ、コマーシャル知らない、知らないでしょこれ、インテグラ乗ってグラ、知らないです。あれ知ってるよね、インテグラ乗ってグラ、そういうコマーシャルがあった、これはもちろん日本のことだけど、インテグラがね、やっぱり北米でまたね人気になるっていうのは、これはねやっぱりスポーツカーのなんとかな、日本スポーツカーの復活といっても人気あるんだけどね、あのワイルドスピードとかで日本のスポーツカーね、でその中でも驚いてるのはマニュアル、あ、マニュアルよ、6速マニュアル、もう アメリカの人はもうマニュアル大嫌いだったんじゃないかなって俺の中で思ってて、とにかく何でも AT、 どんなスポーツカーでも AT、 いや私その印象がなんか日本のやっぱスポーツカー好きって、うん、もう MT だっていう感じ、 そうよ MT が大好きなんだっていうか、MT、もう AT なんかみたいな、ありえないっていうじゃないですか、時代にもうアメ車は何でも AT だった、AT、何でも AT だったもうオートマじゃないとありえないみたいなね、だけどあえてちょこちょこいじるのをアメリカでちゃんとホンダがやってるってことは、なんだろうな、操作する楽しみをちゃんと北米の方でも乗っかってきてるなって、うん、で排気量小さいでしょ、 1.5 リッター、ターボついてるけど 1.5 リッターだから、小排気量コンパクトスポーツみたいなね、まあミドルサイズにはなるけれど、とにかくマニュアルよ。え、マーシーはどっち？私、うん、一応マニュアルも取ってるので、うんうん、で、あの祖父の車がマニュアルだったんで、全然マニュアル乗るの好きだし、うん、マニュアルの方がやっぱ運転してるなっていう、うんうん、操縦してますっていうのは、そうね、うん、まあでも楽ですけど ね。これからだからアメリカの方の気持ちも分かります、かる、両方分かるし、うん、かる、俺も AT は AT の方がいいけど、どっかでやっぱりマニュアル乗りたくなるけどね、だけどほら電動になっちゃうとマニュアル本当にいらなくなっちゃうじゃない、電動になっちゃうとね。でも俺はね、多分電動になってもこれからね、電動いちいちマニュアルが出てくると思うよ、わざ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 ギアに変換してっていう、だってこうやってね出て、うん、新車もどんどんこうやって MT のが出てるんだから、うん、これからも多分、うん、そうね、やっぱ今だからこそ、うん、もう一度マニュアルっていうかね、わざわざいじる、うんうんうん、わざわざ操作しながらドライビングするっていうのを楽しむことになっていく、電動化があるからこそ、うん、電動化は電動化で進む、で、ね、だけど車、ガソリン車とかそういったものはわざわざいじる、触る、楽しむ、そう、楽しむ、本当だよね、うん、もうそれがいいね、それに尽きるよ、ホンダ、インテグラ、ロッテグラ、ロッテグラ、はい、覚えてる、はい、今度インテグラ出たらそうですね、はい、あ、言っていきます、インテグラ乗ってグラそしたら何で知ってんのって言われるからまあいいかさあ最後の話題でございます、最後の車検証、はい、電子車検証、え、これ車検、うん、良さそう、良さそうですか、はい、見せてあげようか、 あ、はい、じゃん、ほら、お、え、あ、これちっちゃ、ちっちゃ、もうでもね、ちっちゃい、別に車検証なんかちっちゃくてもいいと思うんだけど、いやそうです、大きかったんですよ、ね、これみんなほら、ペラペラのこんなんだけど、見てここにほら、あ、 IC タグ、あ、タグがある、あ、硬い、あ、これ折っちゃっても大丈夫なのかな、いや今後ろがヒヤヒヤしてる、あのうちのディレクターさんが今年撮ってるんで、もう車検これになったらしいのよ、折っていい、ダメです。これ折っても大丈夫なんじゃない？これあ、ダメかな、ダメかな。なんか硬いから。硬いからね。うん、ちょっとね、硬いと言っても紙っ
ぽいじゃない、うん、紙は紙ですね、うん、なんか磁石にこうやってやってみようか。ダメですね。でも発酵剤だもん。だって今までのサイズで A4 サイズだから、うん、この、ね、このサイズですもんね、うん、比べるとこうなるんだよね。だいぶちっちゃくなりましたよ、うんね、この中にどのぐらいのデータがね、まあでもね、うん、もう今時 IC タグだったら情報いくらでも掲載できるから、うん、例えば俺わかんないけど今ね本来はね走行距離、うん、何年車検走行距離がダーッと全部出てくるとかね、要は走行距離を、まあ、我々中古車いじるときに確かにやっぱりいじれないようにしなきゃいけない、走行距離って。そうですね。加算した走行距離が消えないようにしなきゃいけないとか、そういうのまで入ってくるようになると俺は便利かなと思うけど。確かにそうですよ。これだからこのタグさえあれば、うん、もうずっと、うん、所有者変わってもこの、そう、車両履歴やね。それいいですね。それこそこの中に車両履歴簿入れてほしい俺は。ああ。車両整備記録簿みたいなものってなくなっちゃうのよ、別々だから。確かに。そこも変な話だけど自己歴とかも、そう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 、ね、全部入れてしまえば、車の価値観っていうのはこれとともにあるっていう風になればいいけど、またそれは別で結局さ、販売したらリセットですもんね。結局この車検証入れね、ま、あれ持ってきてちょっとあれ、それこれをね入れる車検証入れが、だってさ整備記録簿とか、まあ、まあ整備記録簿とかあるからこういう風になっちゃうのよ、これ1枚入れても。いや私だって記録も紙なんだもん。そうなんですよね。私バイクに、うん、あの全部車検証入れてるんで、うん、バイクってちっちゃいじゃないですか、はい、特にあの中型とかだと、だからこれちっちゃいサイズだとちっちゃくなっていいなと思ったんですけど、うん、確かにバイクも整備記録簿が結局一緒にひっついてくるから、うん、これもなきゃダメよ、サイズ変わんない。こういうのもこういうのもこの中に全部入れちゃう、電子なんだから。これ1枚入ってればスマホでね、あのマニュアルを引っ張り出して読んで、さらに俺はパーツリストが入っててほしい。すげえ。あの壊れたパーツその場でスマホでチェックして、今取り寄せができるかどうかとか、エアコンのルーバー割れちゃったっつってこの中からパーツリストを引き出してきてスマホで注文すると明日には届くっていう。いいですね、確かに。それがなきゃこんなもん紙切れない。でも夢がありますよね、どんどんこういろんな情報載せれるっていう意味で言うと、まあまあ、そう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 、まあ、そうなっていく第一弾なんだけど、俺が車の免許を返却するまでは多分延々このぐらいで過ぎいきそうな気がするな。いつかはね、これはまだこのままかもしれないですね。でもいつかはこれがなくならないと意味がないけど、だんだんそういう風に、ね、なっていくんじゃないかなという予感だけするニュースでした。明るく、明るい未来に。明るい未来、まあいいね。あのマーシーやると本当にみんな明るくなりそう。メテオであんなに喜んでくれたからね。はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、それでは、今日はロイヤルエンフィールドから最新モデルスーパーメテオ650とスーパーメテオ650ツアラーの話題、アキュラインテグラの2023北米カーオブザイヤー受賞について、そして今年1月4日より車検証が IC タグ調布した電子車検証に変更されたという話題について、チャレンジ女子アナ7期生の小川真代がお伝えいたしました。それでは今夜はこの辺で、さよなら。さよなら。ありがとうございます。ありがとうございました。いけねえ、マーシーの最後の振りを作ってくださいって。マシマシマシロマシロ。あ、そうそう。ライブでやります。大丈夫です。オッケー。